はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、今回はとある選手の引退について話していきますが、カブスなどで活躍した先発投手ジェイク・アリエタがウェブメディアバーストゥールスポーツのポッドキャストに出演した際に現役引退を表明しました。本人曰く正式に引退に関する書類を書いたわけではないようなんですが、もうプレーするつもりはないと。メジャー通算12年115勝を挙げ、2015年にはサイヤング賞にも輝いた右腕でしたが、昨年は4年ぶりに古巣カブスに復帰も20試合に先発して5勝11敗、防御率 6.88、 シーズン途中にリリースとなってしまうと、その後先発不足に悩むパドレスと契約を結びますが、ここでも4先発で防御率 10.95、 シーズン合計では24試合の先発で5勝14敗、防御率 7.39 と全盛期を考えたら悲しいくらい打ち込まれて、デイフェイとなるも契約先も見つからず今季始まってしまいましたが、ユニフォームを脱ぐ決断をしたようですね。そういえばアリエタの話聞かないなぁなんて思っていたので、今回の引退の報道を見て、あ、ついにこの時が来てしまったんだなと思いましたね。アリエタはもともとはトッププロスペクトとしてかなり期待されていながらも、なかなか思うような結果を残せず伸び悩んでいたところ、2013年のカブスへの移籍を機に一気に才能が開花した選手ですよね。2014年28歳のシーズンで、この年キャリアハイとなる25試合に先発して防御率 2.53、 ウィンザーオリプレイスメント 5.3 と遅めのブレイクイヤーを送ると、2015年はさらに成績を伸ばして33先発で22勝、防御率 1.77、 ウィンザーオリプレイスメント 8.3 でサイヤング賞も受賞。2016年ヤギの呪いを打ち破ってカブスが108年ぶりに世界一となったチームでも、エース格の活躍を見せ、インディアンスとのワールドシリーズでは第2戦第6戦ともに好投し、チームを勝利に導きました。当時のカブスはアリエタに加えて、ジョン・レスター、カイル・ヘンドリクス、ジョン・ラッキー、ジェイソン・ハンメルとローテ全員が2桁勝利、規定投球回到達と抜群の安定感を誇っていて、さらに打線はリゾー、ブライアント、バイエズといった若手のコアも揃っていたりと、今見返すととんでもないチームだなと思ったりもしますが、そんなチームでもとりわけアリエタの活躍は大きかった印象です。しかしアリエタのブレイクがかなり遅かったことからも分かる通り、彼のキャリアは必ずしも一筋縄ではいきませんでした。2007年ドラフト5巡目指名でオリオールズに入団すると、マイナーで先発として着実に結果を残して評価を上げ、2009年開幕前のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは球界全体67位、トッププロスペクトとしての立ち位置を確立していました。当時のオリオールズは有望株が揃いつつあるような状況で、デビュー前から殿堂入り確実とまで言われるほど評価の高かったキャッチャーマット・ウィータースに加えて、ピッチャーではクリス・ティルマン、ブライアン・マティスといったアリエタ以上の評価を受けている選手も在籍していましたので、将来が非常に楽しみなチームと言いましょうか。ウィータースが打線の中心となって、でアリエタ、ティルマン、マティスが先発3本柱として活躍する未来に、オリオールズファンの方も夢を膨らませていたのではないでしょうか。ただそううまくいかないのがメジャーリーグという世界の辛さ。アリエタは2010年にメジャーデビューを果たし、この年は18先発で防御率 4.66 と、ルーキーであることを考えたらまずまずの成績を残しますが、以降は年々成績が悪化。2011年は防御率 5.05、 2012年は 6.20 と、メジャーリーグの先発としては失格水準の成績を残してしまいます。どうも当時アリエタと投手コーチのリック・アデアの関係性があまり良くなく、またアデアコーチの指示のもと、アリエタの特徴でもある三塁側に大きくクロスステップするフォームを修正しようとしたところ、これもハマらず、なかなか力を発揮できなかったようですね。オリオールズ時代のアリエタの通算防御率は 5.46、 メジャーデビューから4年、長いトンネルから抜け出す兆しすら見せないアリエタに、とうとうオリオールズも痺れを切らし、彼の放出を決断します。よくある失敗したトッププロスペクトにこのままアリエタもなってしまうかと思いきや、ここから彼のキャリアは大きく変わっていきます。2013年7月にアリエタはカブスへトレードで移籍。カブスではオリオールズ時代の投球を改め、シンカー系、スライダー系の割合を増やす投球スタイルへシフトすると、成績が大幅に好転します。冒頭でもご紹介しましたが、2014年は25先発で防御率 2.53、 サイヤング賞を取った2015年は防御率 1.77、 初めてのオールスターに選出された2016年も防御率 3.10 と、オリオールズ時代の通算防御率が 5.46 とは思えない活躍を見せ、一気にカブスのエース格へと成長。2014年、2015年はスライダーの被打率が2年連続で1割台と、割合を増やしたにもかかわらずスライダーが絶大な効果を発揮したと。アリエタはオリオールズ時代からスライダー系のボール1を投げてはいましたが、ピッチャーの故障を防ぐ目的でオリオールズは若手にあまりスライダー系のボールを投げさせない方針を取っていたため、それもまたアリエタがオリオールズでブレイクに至らなかった一因なのではとも言われています。
まあ、カブスからすればオリオールズがそのような形でアリエタの才能を生かしきれていなかったのはラッキーでしたよね。そのおかげでコンテンダーのチームで大活躍するエース格の先発を確保できたわけですし、それがなかったらカブスが世界一になれたかは、これは誰にもわかりません。特にアリエタが真にカブスのエース、いやむしろ球界のエースとして活躍を見せた時期が2015年6月21日から2016年5月31日までの31先発。この時期のアリエタはもう手がつけられないくらい投げれば相手を圧倒するような先発の連続で、この間25勝1敗、防御率 1.09、 マー君もびっくりの成績で、防御率は当然ながらこの間の MLB 全投手中トップの成績でして、2位のクレイトン・カーショーでさえこの間の防御率が 1.43 だったので、カーショーも当然すごいですが、それ以上のピッチングを見せていたのがアリエタ。被打率1割5分3厘、WHIP0.77、 ランナーもほとんど出さず、それでいてイニングも食っていて222回、1試合平均直して 7.2 回、相手チームからしたら本当絶望でしょうね。31先発で28回クオリティスタートを達成し、 QS 率は驚異の 90% 超え、ノーヒッターもこの期間中2回も達成。どうやっても打てん、もうどうすればいいんだとお困りのチームの皆さんは、もしかしたら唯一アリエタに土をつけた事例を確認されたかもしれませんが、アリエタがこの期間中に唯一負けた試合はカブスがノーヒッターされた日です。そうでもしないとアリエタに勝てない。オリオールズを出たことでそれぐらいのピッチャーとなって、キャリアを劇的に変化させたアリエタでした。そんな感じでカブスでエースとなり、その後2017年オフにフィリーズと3年総額7500万ドルの契約を結び、フィリーズでもエース格のパフォーマンスに期待がかかりますが、しかしここからアリエタのキャリアが下り坂に入ってしまいましたよね。フィリーズ移籍1年目は5月末の時点で防御率 2.16 と、まさにフロントが期待していたような成績を残していましたが、しかし6月に膝を故障し、その怪我を抱えたまま投げ続けたことでピッチングが悪化して、6月以降は防御率 4.88。 その後膝の怪我は実は半月板損傷だったことが判明し、むしろよくそんな状態で1年投げたなという感じですが、これ以降故障に悩まされることも増え、2019年は肘の骨曲、短縮シーズンの2020年はハムストリングの怪我で離脱し、成績も2019年が防御率 4.64、 2020年が 5.08 と振るわず、フィリーズでの3年間は終わってしまいました。引退を表明したポッドキャストでアリエタは2019年の終わりくらいから体の衰えを感じるようになってきたと話していて、体の状態は良いと感じているのに、今までのような腕の振りだったり感覚を得られなかったそうなので、怪我の影響もあるかもしれませんが、年齢的な衰えが徐々に成績に現れてきていたのかもしれませんね。カブスに復帰した昨年も防御率7点台と全くうまくいかず、そして今回の引退に至ったと。ブレイクが少し遅かったので全盛期は短かった印象ですが、ただカブス時代のあのピッチングはやはり強烈なインパクトを残しましたし、カブス108年ぶりの世界一に大きく貢献したことで、シカゴでは永遠にヒーローとして語り継がれることになるでしょう。野球の後彼がどんなキャリアをこれから送ることになるかはわかりませんが、第二のキャリアがアリエタにとっていいものとなることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。